ルーマニアの経済では、東、ヨーロッパ、バルカン半島の北に位置するルーマニアの各産業の状況、貿易について触れる。ルーマニアは、東、ヨーロッパ、バルカン半島の北東に位置し、黒海の西岸に面する。1989年のルーマニア革命以降、ルーマニア経済は抑制されているものの高いインフレーションの影響下にあり、生活水準の低下が続いている。 2000年から2002年にかけ GDP 成長率は1.6%、5.3%、4.3%であり、失業率も2002年時点で10%に収まっている。しかしながら同時期の消費者物価上昇率は45.3%、34.5%、34. 22.5%と高い。2004年にはようやく10%を下回ったと。 考えられている。ルーマニアの伝統的な産業は農業であり、現在でも就労人口では農業の比重が高い。しかしながら、第二次世界大戦後、ソビエト型の計画経済によって、重工業を中心に全工業部門の基盤を固めたため、GDP から判断すると工業国とも言える。鉱物資源は、石油、石炭、天然ガスを中心に豊かである。 ルーマニアの貿易依存度は輸出入とも30%を超えており、貿易に強く依存している。ルーマニア革命以前は、ドイツやソビエト連邦、旧ソビエト圏との結びつきが強かったが、その後、ロシアや東欧諸国よりも EC 諸国との経済関係を重視している。ルーマニアは温帯に位置し、欠片の気候区分によると東部が温暖湿潤気候、西部が西岸海洋性気候、 北部が亜寒帯湿潤気候に属する。季節風や地方風は存在せず、東部の土壌はウクライナ国土地帯と同等である。このため、小麦栽培を中心とした混合農業に適する。ブドウの栽培にも適しており、国土全体がブドウの北限海線よりも南にある。ルーマニアは第一次産業人口が2001年時点で42.3%と高く、 農業国である。穀物の自給率も100%を上回り、輸出国である。2002年時点の小麦生産量は438万トン。国土の中央部以外で冬、小麦とトウモロコシを生産している。国土の中央部はカルパティア山脈、ビホル山脈が占めるため、穀物生産には向かない。生産シェアが高い作物はひまわりである。 1990年時点はトウモロコシ、ヒマワリ、キャベツ、アマ、羊毛などの世界シェアがいずれも上位10位に入っていた。10年間で第一次産業人口が10ポイント以上も上昇するなど経済構造が農業優位に変化しているにもかかわらず世界の経済成長に追いついていないためいずれもシェアが低下した。国会に面しているものの漁業は振るわない。 1990年時点で13万トンだった。漁獲港は2002年時点では7000トン以下にまで減少した。モレニ油田ルーマニア中南部、ドゥンボービタ県に位置する最初の油田ルーマニアは石油産出国であり、石油採掘の歴史も深い。早くも1691年にモレニ油田で最初の原油の採掘が始まった。ピテシティ。 プロイエシュティなど油田に近い都市沿いに石油パイプラインも付設されている。パイプラインはカルパチア山脈が東西方向へ通る部分とドナウ川の中間を東西に伸び、鉄門から国会沿岸の貿易都市コンスタンツァに至る。支線はウクライナにも接続されている。しかしながら2002年時点では産出量が600万トンに止まり国内需要をまかないきれず、 石油輸入国となっている。天然ガスは世界産出量の5%に相当する。石炭の埋蔵量は多いが、アタン、カッタン中心であり、品質は低い。それでも世界産出量の10位前後に相当する。石炭は主に火力発電に利用されている。他の鉱物資源としては、北西部マラムレ主県県とバイアマーレ近郊のアエン、鉛 中西部船戸アラ県県と出バ近郊の金、銀、鉄である。デバの鉱山は古代のダケア人も採掘していた由緒ある鉱山である。岩塩はモルドバ地方北部とトランシルバニア南部の群れ種、川沿いで年間200万トン程度採掘されている。他に少量ながら、銅、ウライも産する。ルーマニアはもともと農業国であったが、 1950年代からソビエト型の計画経済の下重工業を中心に工業基盤を建設してきた。ルーマニア政府の方針として輸入を極端に制限したため規模としては食品工業、繊維業が中心であるものの他の工業基盤も成立している。最も進んだ工業は絹織物工業であり2002年時点の世界シェアが5位と高く、 生産量は2534万平方メートルに達する。以下に都市単位で盛んな工業を上げる。コンスタンツとヤシを除く都市はいずれも計画経済時に工業化が進んだ。しかしながらルーマニア工業は農業と同じく世界の経済成長に遅れをとってしまった。1990年時点ではワイン、イ糸、絹織物、毛織物、塩酸、 林産、ソーダバイが、いずれも、世界シェア上位10位に含まれていたが、絹織物以外はいずれも脱落している。絹織物もシェア2位から5位に落ちている。コンスタンツア・コールマニアの貿易拠点として、最も重要な港湾である、チャウシェスク時代は、国策として貿易黒字を義務づけていたため、貿易収支は、健全だったが、産業構造や国内経済に悪い影響を、与えてきた。 その後、輸入が伸びて行き、貿易黒字は次第に減ってきている。1990年の主な輸出品は石油を除く、化石燃料、金属、機械類、輸入は石油、金属、機械類であり、貿易相手国は輸出入ともソ連が主位にあった。この時点では、重工業中心の経済体制をそのまま反映した内容だった。 ルーマニアの貿易依存度は1990年からの10年間で輸出が15ポイント、輸入が5ポイントも増えてきた。2002年現在では輸入179億ドルに対し輸出139億ドルであり貿易赤字国である。色と面積で示したルーマニアの輸出品目2002年時点の貿易の内容を見ると傾向業の伸びが著しい。 2002年時点の主な輸出品は衣類、電気機械、鉄鋼。輸出先はイタリア、ドイツ、フランスの順である。主な輸入品は繊維と織物、機械類、電気機械。輸入先はイタリア、ドイツ、ロシアである。ソ連の比重が下がり EC 中心に変化している。日本との貿易では貿易収支のバランスが取れている。 日本への主な輸出品は、衣類、スキーグッズ、肥料。日本からの主な輸入品は、クレーン、電気回路用品、電気計測機器である。ありがとうございます。